3月の月例会の決勝戦は山下さん対馬場さんの対戦となりました。山下さんのブレイクから始まりました。これが3月の月例会なんですけど、今年第1回の月例会となりましたよね。はい、1月と2月はちょっと中止とさせていただきました。で、取り出しは山下さんのセーフティーですね。これ9番にぴったり隠れてナイスセーフティーです。ナイスです。馬場さんがクッションから入れに行くのかセーフティー目なのか、ワンツークッションで惜しかったですね。穴前に穴の近く残っちゃって山下さんのチャンスとなりました。もう5月となってしまったんですけど、3月の月例会の動画になっちゃって、はい、なってしまって、だいぶ遅れてしまってすいませんでした。申し訳ないです。2月20日に子供が生まれたり、はい、実は3月末から自分がアメリカに行ったり、プロの試合も始まったりして、ちょっと動画編集が遅れてしまいました。お待たせしましたすいません。で、山下さんがいい感じだけど、これはちょっと引くのかな、押すのか、引いてちょっと嫌な球になりましたね。これうん、薄くなっちゃったですね。強めに行くのかな、これしっかり強く単調長短、ああ外しましたねこれ、うん、でも残りが難しい、しっかり薄めに外して、薄く外して難しく残りましたね。これセーフティーなのかバンクなのか、これは おバンクかな、バンクに行った感じ、バンクだと思いますね。この力加減もこれだし、うん、これもまた穴の近く残っちゃって、山下さんチャンス、残り2球チャンス。2月20日にひかりちゃんが生まれました。娘、女の子です。はい、はい、実はめちゃめちゃ可愛いですねメロメロです山下さんのナイスブレイクですね。これ取り出しが行きやすい1番で、次は2番、あ、2番、これすぐ近くにあった、ちょっと薄くなったかな、バタバタ。ワンクッション3番がこう手玉の横ですよね。サイドに行く、下クッションでサイド行って、下のターンにワンクッションさせてって感じですかね。用語へもうノークッションでいけるかな、うん、結構熱いと思います。あれ、あ、そんなことなかったね、ワンクッションさせて4番ちょっと熱い、5番通ってんのか見に行きましたね。今5番は通ってんのかサイドなのか、うんうん、どっちかな。馬場さん今回初登場ですよね。あ、YouTube、おそらく正崎チャンネルの、あ、そうかもしれないですね。そうですね、マジェスティックっていうお店で日頃はついてるんじゃないかなと思います。うん、試合もよくちょこちょこ出てくれて、こう前ハウスでも準優勝したり上手な方ですもんね。まだ公式戦の優勝がなかったり、正崎の月例で成績が残ったら正崎 SA として出てるんですけど、うん、上手なんですけど、まだ今とりあえず A 級ということですね。はい、はい、もう力は全然 SA って言ってもいいと思うんですけどね。うん、山下さんはおなじみのみたいな山下さんはYouTube 常連ですね。そうですね、正崎のお客さんですし、山下さんは九州の公式戦勝ってるんで、うん、有名人ですからね。ですね、はい、うん、九州の公式戦って何ですか。
なんかクラブオープンだったり、なんか、はい、クラブオープンって福岡、そうです、 FRC オープンだったり、なんかこうね、あ、OPC オープンとか、 OPC は大分ですか、大分とか、そうですね、熊本とか長崎、鹿児島とかの各県でやってたり、あとは、まあ、テンボールオープンとか、あ、そういうのもあるんですか、はい、九州でやってる。それはどこでいつもやるんですか。大体あの北九州の淡路さんでやってるかなと思います。そっちはプロも出るから、あ、結構厳しい、全優勝するのは。うーん、僕は優勝したことないですけど、2位、3位ぐらいになったことがあるかな。これは馬場さんがずっとついてます、座りしそうな感じですか。もう、6番入れてワンクッションさせて、センター付近に持ってこれたら、でまた7番からワンクッションで8番に出して、って感じですかね。はい、なんか嫌そうじゃないですね、こう花台の、花台が嫌だなって感じが、普通にサクサク入れてますよね。サクサク入れてますね、嫌がってないですよね、これあれ、最近アメリカ行く前にまたラッシャーも変えて、はい、ラッシャー張り替えて、そうですね、アメリカ行く前だから3月だから、結構ラッシャー綺麗な時ですね、まだもう張り替えて、ツルツルの時ですかね、張り替えて、はい、で石板も変わったんですよね。そうですね石板が変わったんで、ちょっと奥行きが浅くな、穴のサイズは変わってないんですけど、奥行きが浅くなっちゃって、ちょっと入りやすくなったです、ね、今までよりはちょっと、はい、甘くなってる感じです。馬さんが 2-1 でブレイクして、これ取り出しはどれですかね。これ2番ですね、はい、あれか、ちょっと遠い、ワンクッションしっかりついて3番に出したいのかな、これ、まあまあなんとか、もうちょっとね、そう近づけれたらよかったけど、まあ、遠い今の球を入れるのも難しいし、4番がこれなんですね、下のやつですね、これ。ってことはこれ結構難しいですね、3から4、ちょっと薄かった、今のこう、出すの考えたらやっぱもうだいぶ難しい、嫌な感じでつかなきゃいけない、山下さん、前クッション、振りがなかったか、前クッションから今入れましたね、はい、4番出して、お、近い近い、大丈夫ですね。5番入れて1、2、3、3クッションぐらいさせるのかな、1、2、3、ちょっと強い、つきにくくなってなければいいですけど、今ひかりちゃんの鳴き声がちょっとつきにくく、大丈夫かな、ちょっとレストが遠くなっちゃうっていうぐらいですかね、大丈夫そうですね、ワンツーで完璧ですね、はい、これは問題ないでしょう。アメリカはどうでしたか。アメリカもうね、ちゃんラッシャー張り替えて、プレデターのボールも買って、練習1ヶ月前ぐらいから練習してたんですけど、はい、向こう、もう初めてあのプレデターの台でついたんですけどね、あの最近、台はね、はい、台はプレデター、台まではちゃんと、ね、準備はできないんで、日本にはきっとないですかね、まだないんじゃないですかね、聞いたことないですね、ちょっと早かった、ちょっと早かった、僕めちゃめちゃ転がる感じでだったんですよ、なんか YouTube とか見てたら、はい、ずっと強い強い強いみたいな、手玉ずっと強くて難しそうでしたね、難しかったですね、あれはコンディションが違ったって感じですね、ラッシャーのせいというか、なんかクッションもちょっと出るのもあるのか、球がピカピカなのか、自分にはよくわかんないですけど、気候の問題なのか、まあ、ただただ早い台が嫌い苦手だっていうのもあるし、どっちかというと重たい台の方が好きだから、まあ、それも影響してあまりいい球はつけませんでしたね、
1回戦がデイビッド・アルケイド、有名人ですね、うん、ね、有名人、はい、ワールドプールマスターズとか優勝したりしてる、うん、今やってますもんね、ちょうどワールドプールマスターズ。あ、ね、うん、やってますね。うん、で2回戦2回でそのアルケイドに7-3、3-7、7-3でやられて、敗者1回戦でアテンシオ選手、うん、はい、と YouTube 台でやってましたね、はい、うん、YouTube 台はだけ30秒ルールで、他の台はその30秒ルールとかもないんですけど、うん、その30秒ルールにやっぱ焦ってましたね、今思えば。突き急いだり、もう思考が停止してたっていうか、30秒は短いですよね。そういうのもちゃんと練習準備 しとかなきゃいけないんだなって、山ちゃんナイス。何もなかったら別になんかこう30秒とかでつけてる時全然あると思うんですけどね、その、まあ、コンディションも分かって自分の、うんうん、自分のね、よく知ってる台とかだったら、うんうん、普段全然そんな遅いタイプじゃないですもんね、その長高身長タイプではないですもんね、うん、はい、でみんなも、ね、みんなからもよく言われるけど、いざタイムが入るとそれになんかこうね、なんていうんですかね、追われてる感じが、うん、焦っちゃう感じ、焦っちゃってる感じがあるのかなって感じ、うん、自分でもなよくわからないからですね、そういうの、うん、いざ試合してる時とかは、うん、後から思えばそうなのかなみたいな、うん、何でもない球も外れるし、捨て球も、うん、ね、気も出すのも難しいし、うん、パニックでした、うん、もしたら今いやらしい球入れましたね、近い、ね、近くて6、7、こうなんかこう左右左右って練習球みたいな感じですね、6、7、8、9、ちょうどいつも常に手玉のセンターみたいな出せたら、これがちょっと嫌かな、こう9番は干渉しないかね、どうなんですかね、2クッションさせるかな、これ1つついてるね、うん、うん、ちょっと体は嫌がってたけど上手だったけど熱くなっちゃったかな、熱くなっちゃいましたね、これめちゃめ左下でめちゃめちゃ引くか、これは逆押しだぜですかね、右上で切り返すか、うん、またまたバンクにもう腹くくて9番バンクかみたいな、お逆押し、うわ募っちゃってカタカタカナンパナで、やばいですねこれ、これは難しいですね、これバンクあんのかな、バンクもういくサイドバンクはなさそうですもんね、から切りも嫌だそうで、こういくらコーナーバンクでダボースカットかセーフティーか、これはセーフティーですね、多分ちょっと薄かったかな、うん、薄くてちょっと弱かったのかなって感じですね、これは、うんうん、ピンチババさん大チャンス回ってきました、これ9番で、うん、これ取った方が先リーチですもんね、そう、あ、そうですね、これ3-3でババさんリーチ、リーチブレイクはどうだ、リーガル回避して、うん、取り出しもいい、ナイスブレイク、ナイスですね、これ、うん、これ1、2がすぐそばのやつですね、うん、はい、1、ワンクッションさせるか、ノークッションか、3番が左側、うん、ラックリがいるからちょっと熱いけど、まあ大丈夫でしょうね、馬場、うん、さんも背高いですね、そうですね、馬場さん背高いですね、うん、ちょっとちっちゃい、なんか2インチぐらいのエクステンションつけて、あ、そうなんですか、はい、うーん、だと思います、あ、常に、うん、いつも、まあ、その普段から、海外の選手とかはなんか8インチぐらい、8インチぐらいのつけてるね、8インチなんか、はい、もう僕届かない時つけるようなノープレーの時からね、その、あの、ボーニングだったりジェイソンショーだったり、後ろバランスするため、うーん、いや、もうその理由はよくわかんないんですけど、うーん、ジェイソンショーの背が高いからかな、それもあるかもしれないですよね、やっぱ
ただ球が重い方がいいのか、うん、みんな背も高いしムキムキだし手も長いし、うん、足りないのかな。いや理由まではちょっと分かんないんですけど、うん、ジェイソン・ショーに本人に聞いたんですけど、何を重さを、はあはあはあ、23.5 オンスって言ってました。重い、 いや、 やばいですよ僕は絶対触れないですよね。扱い聞いたことないですね。扱えない、はい、聞いたことない。 びっくりしました、うん、本当行って21とかですね。そうね、21とかなら聞いたことあるけど、うん、ただ自分のね球が多分19オンスとかないぐらいかぐらいので、うんうんうん、あのアメリカ転がる転がる困ってたんですけど、うんうん、23.5 オンスの球を使っても別に普通にコントロールできるっていうことは、うんうん、やっぱ結局右腕の振り、うんうん、右腕の問題なんでっていうのは分かりましたね。だその重くなったら単純にパワーが上がって、うん、ね。そうですね、パワーが上がって難しそうだけど、触れればもう多分いいと思うんですけど。やばい、小野さん勝った、ナイス、ま、勝った優勝おめでとうございます。おめでとうございます。優勝は馬場さん、2位山下さん、3位対新庄さんと正崎プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。